サルタ工業サッカー部は、秋田県は秋田市を本拠地として活動する、社会人、サッカークラブ。正式名称は、サルタ工業株式会社サッカー部である。総部は1970年。総部以来、長らく、秋田県社会人、サッカーリーグに所属していたが、2006年に、秋田県 A1 で2位に入ると、優勝の秋田大学集級部には昇格権がないため、 繰り上げで、北東北三県リーグチャレンジマッチに進出。これを全勝で制し、初の東北社会人、サッカーリーグ二部北昇格を果たした。東北リーグ初参戦となった2007年は5位と、検討するも、2008年は8位に沈み、北東北三県リーグチャレンジマッチ2位のラインメール、青森 FC との入れ替え戦にも敗れ、秋田県リーグ A1 に降格した。 秋田県リーグ a 一降格以降、優勝2回2位2回3位1回と圧倒的成績を残し、2014年に東北リーグ二部北に六年ぶりに復帰するといきなり2位に入り、翌年には優勝。初の東北リーグ一部昇格を果たした。東北リーグ一部初参戦となった2016年、3連勝を含む6勝を挙げたが、4連敗と6連敗が足を引っ張り、8位の仙台。 サスケ、FC に勝ち点1を呼ばず、1年で東北に部北へ降格した。2017年は優勝の秋田 FC、カンビアーレに勝ち点に届かず2位に甘ンじるも、2018年はリーグ最多の88得点を挙げ、失点はリーグ最小の13に抑え、2位の大宮サッカークラブを得失点差で振り切って優勝。3年ぶりに東北リーグ一部に復帰した。 2019年は、序盤から勝利と連敗を繰り返すという勢いの、続かないシーズンを送り9位でフィニッシュ。本来ならば東北リーグ二部北広角となるが、岩木 FC の JFL 昇格により残留した。2020年、天皇杯秋田県予選にあたる秋田県、総合サッカー選手権大会を初めて制し、天皇杯本選出場を決めた。これが、 初の全国大会出場となる。1回戦で JFL のソニー仙台 FC と対戦し、0から3で敗れた。7位でリーグ戦を終えたが、4から0で勝利した第13節の FC、シワ戦において、出場停止選手を出場させたため、リーグ規律委員会裁定により、再開となった。なお、東北 FA は7位のままとなっている。また勝ち点については、 東北 FA 及び岩手県 FA は変動なし、福島県 FA は当該試合を没収試合とし、サルタ工業をマイナス3、シワ FC をプラス3としている。本校では順位は岩手県 FA 及び福島県 FA の表記に、勝ち点は東北 FA 及び岩手県 FA の表記に従うこととする。本来は、 北東北三県リーグチャレンジマッチの参加権を得るが、東北地方太平洋沖地震によって、不参加クラブが出たため、県リーグからの昇格も、東北リーグ二部からの降格もなしとして、北東北三県リーグチャレンジマッチは行われなかった。本来ならば二部北へ降格となるが、岩木 FC の JFL 昇格に伴い残留。新型コロナウイルスの影響により、一回戦争あたりで、 開催され、広角もなし、ありがとうございます。